ケのピューピモです。ピーカッパです。ピーナップルです。はい、ということでもう梅雨にも差し掛かって終わって7月っていう感じで、もう皆さん夏が来ましたけど大丈夫ですか？全然元気です。元気です。てめえは一年中梅雨みたいな顔しやがってさっさと夏デビューしろよって感じなんですけどもってカッパちゃんが言ってました。みつさん今日全然やる気ないですけど、ちょっと一回起立してもらってもいいですか？ドッグスちゃんとしてるけど下はパジャマ、下は決めてるけど上はジャージ、上は決めてるけど下は体操ズボンということで、すみません本当に皆さん。こんな感じで今日は早速やっていくんですけど、本日の企画は今村購入品紹介。結構前にもやったんですけど大好評だった感じで、また第2弾をやろうということで、今回は夏服を中心に島村でそれぞれ5000円分の購入品を買ってきました。どうでした？ファッションセンター島村さん、はい、やっぱりファッションセンターでした。服はいっぱいあるのね。本当に量やばい、ね、でも量の割に宝物が見つかんないっていうか、ってなったよね。探し当てるのに必死だよ、ね。うん、で、あなたはなんか惜しいところが多い。なんでそこにレースいるのみたいな。あダメ出ししてんじゃん。いや本当に最後のコメントを冒頭に持ってくるやついましたけども、早速やっていきたいと思います。はい、それでは最後まで見ていてください。 BK チャンネルスタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。本日はちょっといつもよりも自信がない感じでちょっと紹介したいなっていうのがありまして、レディースの方先ほどいろいろ物申していらっしゃったんですけど、メンズはもうそれ以上に結構難しかったんですよね。まあその中でも僕がちょっと厳選して選ばせていただいたので、まああくまでもちょっと参考程度にっていう感じでやっていきます、はい、いいものから紹介するのがいいのかな。これ微妙いもんから最初ちょっとこれやばいなっていうのから、まず一つ目はこちらです。じゃじゃん、オールデザインみたいな。ミッキーの総柄のキャラクタースウェッターズってやつですね。生地が夏の涼しげな生地。めっちゃ透けてるよ。めっちゃ透けてる。超涼しいじゃん。めっちゃ涼しい。でもなんかこれ3年前か2年前ぐらいに結構こういう柄流行ったんですよ、うん、普通に可愛い。これに黒のパンツとか合わせてインしたら、うん、ディズニーには余裕できてるっていう感じ。結構目立つし、総柄好きなんですよね、うんうんうん、なんでまあで最悪パジャマにも着れるかなっていう感じで、パジャマでいいと思う。でも細かいとこ見てめっちゃ可愛いの。ドナルドいたりとかミッキーいたりとか、うん、あのディズニーの映画の名シーンの柄がこういっぱいある感じっていうのがまあ一番ちょっと今回の問題作なんで。問題なのね。はい、これ以降はちょっと安心していただいて、うん、なんか島村がメンズはもうおじいちゃんのやつしかなくて、うん、多分女はめっちゃ力入れてたの。ビビとか、うんうんうん、本当になんもないから、とりあえず僕はキャラクター系の 4L とかめっちゃ大きいサイズから選びました、はい、今回。じゃ次もこのキャラクターシリーズの大きいサイズなんですけど、こちらです。普通に可愛くないベージュの T シャツで、ここにワンポイントのスヌーピー。かわいいかわいい。これを買いました。なんかウィゴ感ない。あ、確かにちょっとウィゴ感あるかも。これさっきものだけど2つとも値段がヤバすぎ。全然パジャマでもいいなって思えるぐらい。さっきのも今のも890円です。これ2つヤバくない？安い。これ890円強くない、うん、スヌーピーで。しかもベージュ可愛いですよね普通に、うん、これ着れるなと思って買いました。普段使いもできそうというか。何ですか？パジャマ行きになるんだろうな。いや、なりませんよ。私結構着てるんで、今後の動画見ておいてくださいねっていう感じで。こっからだから私は。続いてこちら。これが、シャツプラス T シャツの2アイテムセットプライス。なんかインナーとシャツのセットみたいな。で、僕正直この中のはマジでいらない。さすがにこの格好はできないですね。これはさすがにちょっとできないので、これをね、来なかったことにしたとして、こういうことよ。これならまだ着れるかなっていう感じ、うん、いつもの感じでね。可愛、ね、い、めっちゃスケ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 で、まあサイズも大きめなんで買いました。いい、もう安いっすね、ほんまに。これで税抜き1290円なんで。これ次で最後です、洋服。こちらでビッグ T シャツですね、これ。かなりデカめ。本当だ。でもなんか持ってそうな感じでしょ。でかっ。そう、なんかこれシンプルで着やすいかなみたいな感じで、ちょっと1個買いました。でもちょっとデカすぎ。インしてもう着るしかないかなっていう感じで。これは逆に生地が厚くて、安い割にしっかりしてる、めっちゃ。なんでまあシンプルな服が着たい時とかにこれ着ようかなと思います。
最後、もう私は離脱しました。何？次はこちらです。手持ち扇風機買いました。これは990円でこんぐらいのミニサイズの扇風機。ミニいいね。めっちゃいい。なんかね、小物が充実してたんですね、島村って。ファッション扇ちょっと待ってよ、ディスったもう恩返しが来た今。やばい、怖い、恐るべし。めっちゃ良さそうじゃないですか。え、いいじゃん。どう？めっちゃ良くない？あ、めっちゃいい。え、いいじゃん。これ一番いいかもしれない、今回の購入品で。ちっちゃいのがまたいいね。そう、マックス 5.5 時間使えるらしい。ちゃんと涼しいし、うん、おすすめ。これいいじゃん。ね、これ一番良かった。それはいい。はい、じゃあ早速次アップルを紹介します。まず一つ目はですね、服を買いました。じゃん。みんな服買ってますけどもはい、こちらを買いました。これは秋に向けてなんですけども、ちょっと待ってください。あの今ですね7月中というかこれから夏っていうところでも秋に入るっていう。あ、そうなんです。やっぱ早撮り大事じゃん、ね、本当にあの雑誌の発売日のような早さで。そうそう、ジャケットの下とかに着れて可愛いかなと思って。まだ誰も買わないと思うんですけど大丈夫ですかね。多分秋に向けて発売したものではなくて、多分前期の秋の安く売ってるっていうタイプのやつですよね、これ安くて買いました。だいたいあなた今年の秋になったらこの存在忘れてますのでありがとうございます。じゃあ2点目、もう一回色かぶりするんですけどもこれ見て、これめっちゃ韓国。あー、確かに。このあ、なんか字が書いてある。下もすごい可愛い。で、可愛い、ここの首とか袖とか、これがもうめっちゃ韓国感で着れるそうじゃない。確かに確かに、普通に着れそう。これは890円でした。おー、いいね。すごい、なんか紫芋タルトちゃんって感じ。ありがとうございます。もう一点服になります。次は夏です。もうタンクトップ。が大丈夫？えぇ、嘘でしょ小学校に戻りましたかっていうテストなんですけども。てんてんパンツ。てんてんパンツ、すごい。可愛くなかった？すごいね、児童クラブさんって感じどうした？なんか本当に一昔。え、でも似合いそうじゃない？え、嘘、これ一番最初に手に取った商品なんですけども、しかも1290円。おお。あれ、ちょっと反応違ったんだけど、また来てください。来ないと分かんないタイプだから。そう、今こう見たって本当に海ぶどうにしか見えないんだから、ね。次行きます。はい、なんですけども私最近鼻血がよく出るんですよ、はい、気づいたら。で、ティッシュ買いました。アナ雪のティッシュ、これ100円なんですよ、6個入りで。やばくない？やばいのかな、わかんない。あんたがやばいです。じゃあ一曲歌っていただいて。え、だねえ、もうやめて。撮影前に叫びたいって言ってらっしゃったので、せっかくなんでこういう機会に。さあ、はい、ハリのママの次、カバンを買いました。あ、すごい、アディダスなの？使うって感じ。え、いいじゃん、じゃあ使えますから。ありがとう。全然使えますね。まあ、こんなんでアディダス結構可愛い。絶対使わないのなんで買ったの、あなた。うん、可愛いかなと。で、種類豊富じゃない、ちょっと怒られるかなと思って。まあまあまあ、まあ、今回これはめっちゃうち普通に好きで買いました。じゃーん、お花柄のサンダル。すごい。おー、可愛くない？100% 靴ずれじゃん。700円。親指と満たす間。すごくない？これどう、何？ゴム？防水系ですね、めっちゃ、ね、めっちゃ可愛いと思って。え、すごい可愛い、この靴。可愛いね。終わりです。 I love 島村愛好者の私が最後に紹介しますじゃあ最初に服から。こちら黒のトップス。あ、すごい、なんかフリフリがついてる。あー、カッパって感じ。でもさ、絶対これ入んない、肩幅入んないのに買うの。入りそうだなーみたいな。すごいね、なんかこれどういうこと？よくわからん、服買ってこんなやつ、こんなやつ。あ、近くで見たらわかるじゃん。なんかここにフリフリがついてる半袖みたいな。これはまあ最初の最初ね。これは890円。はい。あ、私も靴買いました。なんかコンビニ行くじゃんよく、うん、その時に靴下履くのめんどくさいかなと思って、うん、軽いサンダルみたいなやつ。うん、かわいいじゃんこれ700円だよ。めっちゃ安くない？かわいいし、しかもすごい、なんかウエハースみたい。食べちゃおうなんか全部さ、わらと見せかけてわらじゃないんだよね、これ。一緒だよね。今なんかダンボールみたいねえ。次、カバンを買いました。大きめの。おお、あ、くびれちゃった何個同じカバンで、何個同じカバンで出会えるカバンで。これでもこれつけたらあれにできる、肩掛け。え、これ可愛くない？
わないでしょ。いつもよりはさ、入るじゃんこれ絶対量。うん、あなた本当に持ち歩かないですよね。そうやってその割になんか人に物持たせたりして。そうだよ、りーちゃん財布持ってこれ入れといて、携帯入れといて。だからそれをなくすために自分でこうやって肩掛けを持つんです。人任せはやめますから。やばい、もう少ない、うち早いわ。次、アクセサリー買いました。カッコ入りで500円のやつ。すごい、ハートとダイヤとパール。かわいいけどすぐ取れた、この間。確かに私このくだりで取らっとったんだった。大事に大事にして。でもこれかわいくない？安すぎる。まず最近めっちゃ産むからプラスチックのやつ買いました。必要ね。ごめんなさい。最後この18センチ丈の。ストップ服が1個しかありませんけども。どういう状況かちょっと説明してもらって。夏、夏、まあまあ、ファッションってファッションだけども布が1枚フルコーデだもんだって。じゃああなたもう下パンティーってことですね、これに。最後靴下買ったんですけど、みんなにおすすめしたいのこの丈を。うちはこの丈感の靴下が大好きなんですよ。あー、めっちゃ好き。これで、なんか最近厚底の紐が多めのサンダルを買ったんですよ。こういう長めの靴下がめっちゃ可愛く合うって書いてあって、最後の300円くらい余ったお金でこの靴下を買いました。くっさ、まだ履いてないんですけど。絶対に嘘ですよね。あなた履いた後に梱包してるの私見ましたから。ファッションセンター島村マシロちゃんが。どんな嘘。はい、ということで今回は島村の購入品紹介していきました。ちょっともう皆さんにいろいろ突っ込みたいことはあるんですけど、ちょっと自分もそれなりのクオリティなので何も言えないという事件が発生しておりますけども、はい、夏服はちょっと点々点でしたね。ごめんなさい、ちょっとミスりました。私、いや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 、私もミスってますんで。私もあらららら。正直ちょっと冬服よりは微妙かった。冬の方がすごかったよね。すごかった、うん、なんでだろうね。なんだろうね、わからない。ご覧の通りの表情しちゃうよねっていう話なんですけども、また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、バイバイ、グッバイ。島村は悪くない。